皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは自分の価値観にこだわりすぎないということについてお伝えしてみたいと思います。私自身もですね、デザインをやる人間ですので、このようにするといいだろうっていう価値観とかは当然あります。あるんですけれども、いろんな業界の方のね、プロフェッショナルの方と例えば組んでお仕事をするような時っていうのは、その人が持っているバックグラウンドとか経験値っていうのがあるわけじゃないですか。そうするとその提案とかも、やっぱり聞いてみる機会っていうのはね、作るといいと思うんですよね。で、例えば私洋服とかも通販で買わない場合とかには実際にお店に行ってね、買うんですけれども、試着室に行く時にもちろん自分が手に取ったものとかは着ますよ。着るんですけれども、大体こう販売員さんとかが近寄ってきてくださるような場合、あんまりうるさいとねあれなんですけれども、近寄ってきてくださるようなケースの時には、何かお探しですかとか、大体聞いて来られるじゃないですか。なので何かお探しなものを伝えると、その人の感性で例えば私の、体型とか身長とか、あと雰囲気、その時に着ている服、持っている多分バッグとか見てるのかな。で、あとその私が言っているね、内容に合わせてこれあたりはどうですかとか、なんか持ってきてくれる服とかあるんですよ。で、それはね、やっぱ一回は着てみます。で、意外な自分を見つけることができる、その時にね。要は客観的な他人が見た似合う服というものと私のセットみたいなのを他人が見てるわけですよね。で、それで、あ、いいなと思ったらそれを受け入れて買ってみるっていう、そんな感じです。どうしてもね、これ合わないなっていうのは当然選ばないですよ。だけど、あ、これもありだねっていうのは、自分の価値観にこだわりすぎないっていうことですね。で、これはですね、ビジネスでも結構大事で、自分の個性を持つのは大事なんですよ。だけれども、例えば私なんかだとコンサルタントですから、第三者的な意見としてその人がどういうふうに見えるのかっていう点からアドバイスするんですけれども、結局それを受け入れられないということになった場合に、結局ですね、うまくいかないですよ。うまくいかない、課題があるからコンサルってお願いするわけじゃないですか。だからその時にはですね、価値観にこだわりすぎない方がうまくいきます。特にね、お金をいただいてその人の人生をお預かりしてるわけですよ、コンサルタントなんて。そしたら当然うまくいくように考えるアドバイスをするに決まってるじゃないですか。それは経験値からですよ。全てが一発でうまくいくわけではないかもしれないけれども、可能性が高いアドバイスをするわけですよ。ところが自分の価値観が邪魔する人はですね、そこで言うことを聞かないで、いや私はこう思うんで、いやそれは恥ずかしいから嫌ですとか、いや そういうことはしたことがないんでやれないですとか、いろんな言い訳をつけてやらないわけですよ。ですから、そうするとですね、人生半分ぐらい損しちゃうんじゃないかなと思っているので、私はですね、例えばさっきのようにファッションもそうですし、ウェブサイト制作デザインのところもそうですし、最近で言うと自宅の、ね、リビングに飾る絵っていうのをレンタルするちょっと新しい会社とお付き合いを始めて、で写真を送っておいて、選定してくれるわけですよ、絵をね。でも多分それ自分がファッと見つけたら見つけきれなかったりとか、選ばないかもしれないものをその方の目線で見るとありだなと思って選んできてくれる、結局それをね、実際に今飾ってるわけなんですけれども、そういうきっかけになるっていうのも非常にこう人生の幅がね膨らむので、価値観にこだわるのは大事なんだけど、こだわりすぎると損するよっていう、そんなお話なんで、少しね、柔軟にいろんな物事を受け入れていきましょうっていう姿勢があるといいなと思ってお伝えしてみました。それでは。